競輪選手、三谷達夫との略奪不貞が7月に報じられ、芸能活動を休止した岡井千尋の近況について、週刊文春デジタルが報じている。三谷と岡井は18年春に交際をスタート。レース会場にも岡井はたびたび訪れていたこともあって、二人の不貞関係に三谷の当時の妻も気づき、弁護士を入れた話し合いの末、今年6月に離婚が成立していた。そんな三谷と岡井だが、同メディアによれば、現在も交際は継続しているようで、11月には都内で行われた共通の友人の結婚式に揃って出席していたとのこと。何でも2人はすでに夫婦のように親しげに話していたそうで、周囲からは次はおかいちゃんかなと茶化されていたと言いますから、友人たちは2人の交際を温かい目で見守っているようですね。また、岡井は三谷が住む滋賀を頻繁に訪れており、三谷の父親と親しげに話しす姿も目撃されているといいます。エンタメシライター。しかし、妻子あるに出会った三谷を略奪して、結婚となれば、さらなる逆風にさらされること必至。実際、今回の報道にも、いつか自分に返ってくる、仮に結婚したとしても早く離婚しそう、また同じことを総理、返すんじゃないか、奥さんを傷つけておいて、自分たちが幸せになろうとしていることを想像すると、腹が立つ、矢口並みに応援できないなど、批判コメントが連打されている。岡井は、過去に、バラエティ番組で、自身の父親が、かなりのプレイボーイであったことを明かしていました。何でも父親の不貞相手は最低でも10人おり、岡井の幼馴染のお母さんとも関係を持っていたとか。しかも岡井は妹と共に父親の不貞相手の家を訪れ、別れてくださいといった内容の手紙を置いてきたという、苦い経験をしていたそうです。そのため自身が略奪したことで三谷選手の子供が辛い思いをすることは想像できたはずですが、週刊誌に不貞報道が出る前に、しばらくは充電期間として活動休止に入った岡井だが、復帰の道はさらに厳しくなりそうだ。